秋山が感じた日本球界の進化、あんな投手はいなかった。以前はあんな投手はいなかった。山下は3年目でしょう。高校時代にどんなトレーニングをしていたんだろうって思うんです。160キロ近い速球を軽々と投げる投手の出現。メジャーと比べても遜色がない。ではなぜ、日本人投手はこれほど急速な進化ができたのか。秋山は独自の視点で解説してくれた。メジャーから帰ってきて感じるんだから相当やな。ドラゴンボール並みのパワーインフレだもんな。漫画やアニメだって昔に比べたら驚くほど個人のスキルが上がってる。人間ってすごいなって素直に思えるね。パワー野球の浸透やな。これなんで？たまたま身体能力の特別高い投手が何人かいるから？それとも投球理論や練習方法のレベルが上がったから？今小中学生でも回転数とか回転軸分析してる時代だからな。データを取れるようになって感覚とすり合わせることができるようになった。これが大きいんじゃないかな。再現性を高められるようになればそれだけ質の高い練習を数多くこなせる。変化球もストレートに近い球速で曲がるのかでできたり多彩になってるからな。言うても日本は WBC で世界一を証明したからな。メジャーのホームランキングと首位打者が日本人とか進化してるんだよ。投手は自分の投げる球一球ごとに回転数や回転軸、変化量など全て計測できる機械が一般的になったのが大きいな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。